なんかどうなんですか、この雪の見学園すごいよ。これが全部真っ白になる。はあ、いいね。そうですね。でも緑もいいね。なかなか囲まれる機会ってないですよね。そうですね。だからそういう時間はね、作れないですから、ね、何かに追われてる日々ですね。ちょっと今日心の選択をしてる、ね、何かに追われてるって言ったらな、駄菓子やつとか国家権力に追われてるわけだ。割とあれだね、巡業っていうもの自体が設定されてない、業でされてない、あるんですけどね。そうだな、矢印的なやつかな。日本で一番最初にできた噴水だと言われています。当時のことですから動力などはもちろんございませんで、先ほどご覧いただきました霞ヶ池の水圧を利用して作られたものでございます。ですので池の水位が高いときはこちらも高く上がり、お水が少ないときは低くなります。すごい。通常約 3.5 メートルの高さまで上がっております。そういうこと。お城のお庭にあったとされる噴水はとうにございませんが、試しに作られたと言われているこちらの噴水が今もこのように上がり続けています。それでは振り返ったこちらの方をご覧ください。画面に上がって、ただ、水出てるだけで涼しいんだね。すごいですね。なんかこういう音って癒されますね。うん、結構ほら、癒しのさ、音楽とかさ、YouTube で検索すると、まあ、せせらぎとかだ、あの水の音が出るんだね、すごい。疲れてるんですよ。本当に。いやー、いいなー。はい、はい、はい。ちょっと座禅でも組んでみるか。ちょうどいい場所から。そこで。そこで座禅組んでれば。あのガイドさん、行かないかな。ってことは今日は結構水位が高いですね。こんだけ上がってる。ああ、そうですね。朝ごいて。朝ごいて。いや、朝ごいて来たことある。まあ、なんと言いますか、池ですね。そうですね、池ですね。池以上の考えはないと思います。そうですね。でも確かに、なんていうかな、もう、いろいろ文明な建物が映り込まない。そうですね、確かに。なんかいますね。煙上がってますけど、ね、何かがあそこでジャバーンってやったんですよね。だいたいこういうところって見えるところに鯉泳いでるもんみたいな、いないね。鯉とかカメとかウヨウヨいるんだけど、エサクレ岩場とかにカメがびっしり張り付いてるいいもんですね。このいい感じのどんよりとしたどんよりとしたどんよりとした昨日も白尾が話したんです。いる？あ、本当だ。それじゃあ、とりあえず行ってきましょうか。あ、いいですね、かっこいい。そうですね、いいですね。そしてまた、せっかく今決められるとは即座に外れる。今10歩歩いてないですよ。そういう姿勢、一旦これぐらいにしておきます。1個そばから思いついたら即座にしてさあ、これからかき氷を食べたいと思います。
ちゃんどうですか。あのおじいちゃんどうだった。おじいちゃんじゃないです。おじいちゃんです。お兄ちゃんって言ってくれます。ほら、ほら、聞いた？聞いた？なんで返事しないの？お抹茶か？お抹茶。でもアンコロなのかな？アンコロ餅なのかな？兼六園はさ、アンコロ餅なの？あんこ、あんこ的な。兼六団子、まあそういう名前のついたものがいいのかな。さてと、おじいちゃんは何を頼んだんだろうね。はい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 、こんにちは、どうしか見てて、はい、ありがとう。帽子で反応してどう見たっておじいちゃんでしょ。はい、ありがとうございます。間違えるの無理はないもんな。終わりです。はい、若いお兄ちゃん。カバンの中で。いただきます。うん、いいね、夏にこれ。じゃあ、水飴で。下にいっぱい溜まってるんですね。さっきの氷は、やっぱり氷はイチゴですよ。若いおじいちゃん何氷にしたの。若いおじいちゃんってなんですか。若いおじいちゃん、あ、結構氷サラサラだ。あんまり急いで冷たいもの食べると、はい、ね、スーッとショックが、うん、スーッと、え、抜けちゃうんですか。そんな真島少々の姿をご覧正常な言えねえもん。言えるってことは正常な人もバカだから。なるほど。ありがとうございます。いい写真だ。二通でもう終わりよ。二通で。いや、ほんとお前はさ、何がどうなっても正解なんだな。意識せずシャツ脱いでさ、汗拭いてたら映り込んだだけであんなことになっちゃってさ。そんなことじゃないんですか。俺って言っただけでさ、なあ、パジって取られりゃさ、いろいろ使われてあげたら。ねえ、やっぱ街の海でみんな、お店関係の人はマネージャーさんの方です。みんな出世すんだったよ、なんかそう。出世ごろね。マチャミルク。さっき大将に聞いたの。そしたらね、出世すんだって。あとは、名古屋の僕も携帯のシーム使われて、与党自由さん。やっぱ荒くない方が美味しいですね。まあそうですね、やっぱこっちの方がいいですね。人生選手1つしかねえから、このワンチャンスをゲットするとやっぱり人生見てくれない。ボロ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 落としすぎや。客席は上がってから勝たない。上がって客席に裏なんだよ。おいしい。ゆっくり溶かして溶けて溶けて溶けて、そこをずーっと飲むた方が多分体にはショックが少ない。ああ、ちょっと待ってください。急激に、体に、体の心配をしてくれてたんですか。体がびっくりしちゃう。大丈夫ですよ。みぞれです。いただいてから5分ぐらい話し込まれて、ちょっと溶けてます。やっと解放されました。姉ちゃんたち何やってんの、話してんの。うん、あー、美味しい。人が食べてると食べたくなる。よし、うん、大将が出世するっつうから、まあ、出世する団子を買っちゃった。うん、なんでと出世する団子。なんだよっつったな、この野郎。言ってないですよ。今言ったな。なんですかって言ったんです。なんだよっつったの、もう一回お聞きください。なんでと出世する団子。なんだよっつったな、この野郎。ねえ、言ったでしょ。もうこいつね、ちょいちょいそういうこと言うんだよ。お前にはこの出世の団子をあげないよ。いや、もう大将はね、大将はね、なんか、ね、お客さんに、もうこれはもうすごい。ね、お茶サービスするよ、ついてんだよ、これ。もうついてこのお値段だ。もう、笑っちゃうよ、もう買わずにはいられないよ、これ。さて、食べてみますかな。まあまあ。
すごい粘り気です。つぼみになった。つぼみ。苦戦しております。だんだん団子か団子じゃなくて、こういう生き物みたいですけど、箸持ってこいって。多分あれですね。片方で刺して、片方で切るんですよ。みならしが団子みたいな。ありじゃない、あり。美味しいですか？うん、ありだ。ちょっと食ってみよう。食ってみよう。ありですか？うん。あ、持ってる、持ってる。あんこが入ってないってやつ。うん。この、これ、つけんの。なるほど。で、俺今片手でダメだったからよ。両手で。違う違う。だからこれ持っててやから、で両手使えってこと。ここ持つ。うぎー！うぎー！連れてかないで、兄弟を連れてかないで。何刺してんだよ。何刺してんだよ。このね、あの砂糖みたいな目よ。砂糖ですか？砂糖的な。きな粉ですかね。出世団子いただきます。うん、ちょっと風間食ってみよう。ありがとうございます。じゃあ次風間食ってみよう。美味しいですね。きな粉じゃねえよな。そうですね。砂糖的もいい、なんかね。白いと思います。生まれた時は6人で、せっかく丸かったのに。うげえ。いただきます。あ、ね、なんか甘じょっぱいね。田舎のお兄ちゃんちで。そうですね。陽気さんある。まあこれ食いなっていう感じのお仏壇の線香の香りがしてくるような。でもね、これを食べた人がね、 79. 点何パーセント修正するんだって。んな、ここでこう、そういう確率があるんですか。そうそうそう。で、あとの20何パーセントは努力してくださいって大将が言ってたよ。なるほど。そうそうそう。細かい数字が出てますね。うん、うん、な、うん、言ってたよ。あと何だっけ、黒崎言われたの。加藤愛さんがなんか CM でなんとかって。あ、そうですね。要はあの人生タイミングらしいです。あの、ここのおじさんが教えてくれました。あ、やばい、団子とは生ガリ。いただきますか。すごい水折れです。ほっと一息。さあ、取れてる。違うよ。結構幸せな死に方だと思う。もはや死に場所を求めているとしか思えない。あ、なんか人中も人中人中で、調装だな。はい、調装なんてやっといて、鳥になんとかしまわない。はい、ありがとうございます。